さて、無事クリアしたし、とりあえず格闘への道かな。ランキング。まあ、始めよう。なんでわざわざこれに乗らなきゃいけないんだ。とりあえず初見だし、これはクラッシュか。クラッシュは一発しか使えないからな。ストーン。ストーンも無敵プラスアッパーがあるから結構使いやすい方だとは思うが。まあ1回目だしね。個人的に最強と思われるリーフ。そういえばクラッシュとマイクの説明を見てなかったな。人はなぜ戦い続けるのか。ピンクの悪魔が跳ねるとき、強者どもも塵に同じ。果たして君は全てのボスたちに勝利できるのか。マイク。ウォーウォーウェーウォーイェイイェイイェイ。力を貯めれば音量アップ。三曲熱唱観客失神。B を押したときにいろいろ押すと、なんかラストコンサート。こうか。ラストコンサート。なるほど。威力アップは Wii の時にもあったような気がする。クラッシュは？よっ。破壊の火炎、地獄、あ、ためれんだクラッシュも。ドカッと一発吹っ飛ばせ、十字ボタンをガチャガチャ押せば爆発力もアップする。あたり全部焼け野原、一回だけの最終兵器だよ。あ、失敗した。Wii 押しっぱだ。こうか。いろいろして話す。ビッグバン。これザコだったらこれでいいんじゃねえのか。まあ、結局はリーフだな。まあ、特に何もないだろう。中ボスラッシュか。よっよっよっ。無駄に食らってしまった。まあ、途中でリーフが補充できるのかっていうところもあるんだけど、ちょっと攻撃力不足、ハンマーで力押しするのもありなんだけどな。捕まった。無茶のしすぎは良くないな。ダッシュ攻撃の無敵もなかなか頼もしい。そして回復は左に4つ。とりあえずこれを確保しておいて、やばい時は使う。残り9、10匹か。そこまででもないな。力押しでいいな。ハンマーだったらこの辺楽そうだな。向こう行かれんだよな。飛んできたでっかいたこ焼きが。どうだ、こうか。結構大ダメージ入る。まあどうせこの時はどうしようもないから、無駄なダメージを受けないように。来た。あ、やばい、これ位置がやばい。よし、楽勝だな。
できるだけノーダメでいきたいところ。一応トマトが5つあるから、なんていうかね、2匹倒すたびに1つまでなら取っていいんだけど、できれば3匹ぐらいまでは持たしたい。ぬるん、突っ込んでくんだっけこれ。近すぎるとダメージが。とりあえず中間、本体で当たり判定ありか。前突っ込んでくるの食らったっけ。結構力押しで倒してるからな。攻撃パターンとかあんまり覚えてないんだよ。まず突っ込んでいくんだよね、確か。ガブリーン。よし、もう終わりだ。近すぎた。近すぎたんだ。必殺、この葉隠れの術。ビームと、こいつも大丈夫だろう。これ倒したら1回ぐらい使っとこう。二次元からの使者。ララ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 ラ行って。二次元からの使者。ほらほらほら。あ、ダメージになってね。もうちょい白い。まあ防御したらいいだけなんだけど。終われ終われ。この間はちょっとダメージが。やべえ、これに当たると大ダメージを受けそうだ。まあ安全のために一つ使っとこう。次は炎のカエルさんか。ほらほらほら、いきなり向こうに。奥から来るぞ。来なかった。回ってる回ってる。ちょっと近すぎる。結局防御無敵が強いんだよな。これダメージなったっけ。ならなかったっけ。これはもうきっと奥行きを考えてバランスよく動くんだろうね。でも無敵だから。器用な掴み方をしている。やばい、攻撃のチャンスが。いけるいける、力ずくでいけ。よし、やはりタイムも大事。相変わらずこのとどめはひどいな。あ、なんだ、取った場所を回復アイテムになるんじゃないか。リーフ弱点ってほどじゃないけど、あれだよな、つかみ技がないんだよな。
多分半分まで無理やりいける。すごい風だ。畜生、奥に行くなんて卑怯だぞ。あ、一応当たり判定あるのか、あのトゲのところに。バカめ、持て持て。ふう、ギリギリいって、食らっちまったじゃないか。リーフ強い、わらわら、パチパチパチ。お前は頑張った、俺に人たち浴びせたのだからな。これ毎回回復すんのかな。あ、ザコラッシュ、いや中ボスラッシュ、2回目の中ボスラッシュ。あんまダメージ食らわないのにと。ちょっと危ない、あー嫌な位置で。力押ししつつもちゃんと防御は考えよう。次は食らってる？いや、ノーダメ？危ない。ちょっと近いな。よし、OK。倒した後の、あ、二度目はないか。仮面のデデデさん。マリオネット。マスクドデデデ。甘いわ。そろそろ半分だ。あれ、半分なかったっけ。いけ、そこにも当たり判定が。これも大丈夫。やるね、カービィ。てか、リーフすげえ。もう力押しでいい、力押しで。そしてさらにパワーアップ。あと3体だから、残りのマキシムトマト全部使っても OK だよな。あんまりこうやった力押ししすぎると、パターンが分かんねえんだよな。いい音楽。奥から来るぞ。まさかそんなに長かったとは。本当はこれ吸い込むのか。なんかかっこいい技。戻ってくる。置いときたいな攻撃。よし、隙だらけだぜ。力づく。リーフアッパー。あ、2個になってる。おいしいおいしい。あと2回。完全回復。あれ、最後なんだろう。これ最後のビッグバンスイカミのバトルまであんのかな。もう一回あんのか。
すごいものを召喚してくる。奥行きの台だと？落ちたらどうする？おお、ダッシュ攻撃になった。これフル防御でいいんじゃねえ？6個も。力押し、あ、ザコだ。位置が悪い、位置が悪い。もうちょい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 。よし。確か一人用の時はこれ回復アイテム出してくれたんだよな。奥行きからはひどいよ。この辺でもジャンプで普通はいいのかな。1、2、3、4、5、あちゃーん。位置が悪い。もうワンパターン。そしてこちらに戻ってくる。かっこいい。裏表で両方に投げておこう。したらリーフの何かしらの人が。いけるね。うん、リーフは戦いやすいな。基本は無敵防御プラス上 B だけで大体勝てる。そして残り1。ああれからラストバトルか。ああもうこれだけで完全回復じゃん。ラストバトルももう分かってるからね。ちゃんとムービーもある。そうか、まずは通常対戦も残ってたのか。ああかわした方がいいな。これもったいない。足場が減っていくんだったっけ。ちょっとずつ手前に行きながら。おい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 、ダッシュ攻撃になってる。怖、空中回避しちゃって。ちょいちょいちょい、よし2回目。時間はてなになってる。当たんねえだろ。当たり判定あってほしかったな。ダメだ、攻撃当てにくい。仕方ない、遠距離攻撃の方で。これラストだったっけ。これもう実際に回避しようと思うとちょっと面倒くさそうだな。おお怖い、恐るべし。とりあえずは OK か。でラストがあんのかな。ビッグバン吸い込み。あれ、ああなしか。11分53秒。ちょっと逃げ腰だったかな。かぶった。おーし、ボン&コン。あ、かぶった。お、
オッケーオッケー。お、ヘビーロブスターだ。結構被ってしまった。